こんばんは、皆さん。今日日曜日の発信の本編です。いよいよ重低高音、じゃあ高音じゃない、重低音バリトンバスの登場です。初めて低音部について語るのかもしれません。そう思ってるから僕の声も少し低めになっています。わざとやってるんじゃなくて何なんだろうね。で、喉に喋るときはこっちの声になっちゃうんだけど、あのバリトンですからねっていう感じでしょうか。まあ、ピエロ・カプチリが出ていますが、実は先日、おとといか、あの闘牛士の歌についての話になりました。で、あのこうだよこうだよねって言ってて、もしかして話してる人分かってないかなって思いました。その場で言おうかな、どうしようかなと思ったけど、長くなるし、その場合は一過性の話題だったんで。闘牛士の歌はバリトンの役なんだけど、実はバリトンじゃうまく出ないところがあるんですよ。最初からすぐですのでお聞きください。はい、この歌、この音、わー、ベーですかね、どういうか下ですけど、これがバリトンではちょっと短時間でオーケストラがガンガン鳴っている時に響くのは難しいんです。そこでこのニコライ・ギャウロフ、聞いてみてください。ね、俺何て言ってんだろう。レソルダー、レソルダー、うん、兵士から、ちょっとグレッソルダーにも聞こえますけど、ちょ、歌詞今見てませんので、レソルダー、この音がバリトンではならないんですよ。バリトンって下のドからド、レドシラはならないんですよ。で、バスの範囲ですね、もう下のレをオーケストラと一緒に歌おうと思ったらバリトンじゃ無理、バスの範囲なんですよ。高音はね、おしゃれ出るんですけど、低音ってボーって、うんって押しても出ないんですよ。叫び声でもヘイってドが出る、ラスペヘイランザ、ヘのラスペランザっていう表現があるんですけど、ヘイって叫んでも下の音はおーって、もう信じて丁寧に出すしかできない。だから限られるんですよね。そうすると闘牛士の歌はラムトンタンでファの音があるんですが、上ちょっとバスにしてはつらい。でもバスでも下がバリトンでも下がバスバリトンっていう人はいるし、ニコライ・ギャウロフみたく本当にバリバリのバッソバスだったらお手のもんなんですよね。ギャルフは上もファも難なく出ましたので、そういうことで闘牛士の歌ってバリトンの役っていうか、バリトンの中でもバス寄りの、低音が出る人の持ち役っていう、その軽はずみなバリトン、軽はずみって言っちゃいけないか、軽い感じの声の人には女の人もカルメン、いろいろ男性経験がありそうなカルメンが惚れるかなっていうことを考えると、あのレソルダーボーっていう男臭い、なんか胸毛いっぱい入ってて体臭がすごい、そういうのにカルメンが惚れたっていうことをヴィゼーが書きたかったんじゃないかっていうふうに思うんですよね。だからバリトンのもう本当にいい役なんですけど、ハイバリトンではレソルダー聞こえないです。ジャンジャランジャッジャンっていうオーケストラの中で、ね、で、ニコライ・ギャウロフの話をしたいと思うんです。あの、ニコライ・ギャウロフ初めて聞いたのは1976年のイタリアオペラのシモーネ・ボッカネーグラです。シモーネ・ボッカネーグラ。で、絵を落としてシモン・ボッカネーグラという言い方もします。その場合はですね、ちょっと下にあるんだけど、そうなんかどうでもいいんですけど、やっぱり一応私のテリトリーなんで、シモーネ・ボッカネーグラと綺麗に発音できるんですよ。シモン・ボッカネーグラって続けて言うと B に引かれて N の音が M になっちゃうんですね。 M シモーネ・シモン・ボッカネーグラ、口を閉じてしまいますけど、この N を出したかったらシモン・ボッカネーグラと口をこれ閉じてはいけません。まあどうでもいいことなんですけど、
将来発音きちんとやりたい、フォネティック、ディクショーネ、そういうね、舌との運動がどこにあるかとかいう人には一応言っとかないとっていうことですね。シモンボッカネグラって言ってるけど M の音出してませんよねっていう、で僕はシモーネボッカネグラと言いたいです。さあここで初めてニコレ・ギャルフを聞きました。最後にパレガマリアで息を吸ってペルムって下のファの音を出すっていうのはそれまでもいっぱい聞いていました。びっくりしたのはこの人は一息でペルム下まで行っちゃうってことです。この音がですね、これ今ちょっと小さく録音されてる、小さく、なんていうんですか、ここから発生されてるんですけど、NHK ホールの僕は安い席だったんで、3階席だったんですよね、右の方の。パールンバー、出ない。なんだこれ。ファドララで、ソファーでしょうかね。普通パラ、普通の下のファですから誰でも出ますよね。プレガマリア、ここで息を取ってペルム、このソはで簡単なんだけどファの音がなかなか出ない。それと僕はテノールだからね。それをペルメじゃなくて一息でプレガマリアペルム、音出していけません。ファの音、これがね NHK ホールで走ったんですよ。もちろんジャジャンジャジャンなんてオーケストラの音はなくて、静かに弦楽が奏でいるかどうかで女性コーラスがフッフッと入ってくるんですけど、この音がすごく走る綺麗な心地よいバスの声だったんですよ。どうでもう一回聞いてみよう。そうですね、こういう時はしばらくわーって拍手にならないでほしいんですけどね、まあ声にかぶさなかったけど、だいたい下の音を出す時はバス歌手は下を見てます。で終わりそうになって十分だやったぜっていう時になって客の方を見てくれる、その典型的なパターンをしていますけど、この時もニコライ・ギャルフは40後半だったと思います。だから歌手としてピークではなかった。それでもこんなに、一応ニコライ・ギャウルフのことを言っておきますと、ブルガリア人でニコライですけど、ロシア語と 95% 以上同じですから、ニカライ、ニカライ最後にアクセントがあるんでニコライとはならない、ニカライですね。トルストイって日本で言ってますけど、タルストーイ最後の母音にあるので全部その前のオの音はアになっちゃいます。タルストーイ、それとね、ニカライ、ギャウロフはほとんどこの声、いいかな、ギャウロフかな、ギャウロフ、まあいいや、ニカライ、ギャウロフ。それで、ね、この後、まあ、プレーガーマリア、ペルメ、プレーガーマリア、あの、祈っておくれ、ペルメ、マリア、私のために祈っておくれ、ペルメ、私のために、って言ってるところなんですよ。それ祈っておくれ僕のことをねっていうところで、綺麗な音がジュゼッペ・ヴェルディつけてますよね。それでこういう暗いところでバスの声がボーって走ってくる、神秘的なあの会場に包む会場になったんですよ。本当にね、これはなんだ、あそうか、ちょっと暗くなっちゃいましたけど、そこでピエロ・カップチーリ、最初に今日聴きました闘牛士の歌のカップチーリが出てきて歌ったら、あテノールが出てきたと思いました。そこでテノール出てくるわけない、シモーネ・ボッカネグラ、シモーネ、そのドージェ、なんていうんだっけ、ドージェって役はベネツィアの総督監督、総督が出てきて、これ
カプチェリが、綺麗なテノールだって聞こえちゃったぐらい、ニカライ・ギャオフの声が、ボーって低かったってことですよ。コントラストですから、パン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 って普通歌って聞いてたら、まあ、バリトンなんですけど、あまりに綺麗な低い声を、ボーって聞いて、その後、バンバラバンパンって出てきたのがテノールに聞こえちゃった。で、テノールはその時は、ジョルジョ・ベリーギという、大変ベルディがうまい歌手だったですね。日本ではそんなに人気なかったのかな。ちょっとトレーモロがあったけど、すごく綺麗な歌い、まあ、そのうち取り上げたいと思うんですけど、で、まあ、ニコライ・ギャオフが「笑いそうだ」って、そんな低くないか、闘牛士の歌でやったように、下の確かね、ベーかいかげなって言っちゃいけない、どうが下だと思いますが、ね、ハイバリトンのピエロ・カプチーリでは出ないんですよ。タンタラタンタタタティタタンタラタティタタタラララララっていうのが最後の2つ3つは聞こえないね。一生懸命強い顔をするしかない。で、彼らが一緒になって、このシモナ・ボッカネーグラを1970年の初め、ラスカーラでやった時の練習があります。なんとホテルでやった、これは若い時のかっこいいアバード、クラウディオ・アバードです。Claudio 珍しい。Abbado prova con Mirella Freni, Piero Cappuccilli, Nicola Ghiauro あ、今話したピエロ・カプチーリ、ギャルが今歌ってます。後の離婚して、この人も離婚して奥さんとなるミラリラ・フレイニ、そしてこれはミエッタ・シーゲルの旦那さん、ミエッタ・シーゲルソプラノの旦那さんで、ちょっとテノール誰だっけこれ、忘れちゃったこの顔、ルケッティ、ヴェリアノ・ルケッティ、この中では一段落ちる歌手ですね。ジョージ・メリーギー使って、でもあれかな、いろんな関係があるから、ルケッティかな、ピアノ・ルケッ歌っティ。てます。ああ、ルケッティって今言ってますね。飛ばします。同じアリアです。ギャルフがピアノ弾いてるのかと思った。似てますよね。すいませんでした。最後は立っちゃいましたね。和気あいあいの練習です。なんだかんだ言ってます。ホテルですね。この声聞いたですね、NHK ホールでボーって、そこっていうのは床を走ってきた声ですね。こんな感じありました。これにもうちょっと、これはとても節子な会場、カーペットが敷いてあるので、リソナンスがないですけど、余韻がないですけど、これに余韻がついたホールの声で非常に綺麗だったです。で、1976年、もうピークを過ぎてるけど、非常に綺麗なバッソだったんですけど、私がイタリアに行って、その10年後ですね、1986年の「アイーダ」でラダメスが、ルチャーノ・パヴァロッティの時に、なんだっけ、ランフィスっていう役ですよね。なんだっけ、じゃいけませんね、ランフィス、宗教的な役割をする国王じゃなくて、国王よりかちょっとでかい役で、アモナズロではなく、で出てきたらね、リソンパル、声がないんですよ。10年経ったら、あのギャルフどうしちゃったんだろうと思いましたけど、で後ろを向いて、
わわわわーってラダメスに説教する場面になったら声が聞こえて、あ、後ろ向いた方がいいんだって、なんかあの後ろの舞台から反響して声がボーンって来るからね、おーおーおーってなってて、あ、前で聞くと、あ、声がなくなっちゃったんだなって残念に思いまして、10年後にこんなに声がなくなっちゃうのかと思いましたね。まあ教えることでやったんでしょうけど、彼はタバコをスッパスパスって声を重くしてたという話もあるんですけど、何にしても素晴らしい声でした。でとても若い頃のギャウロフです。これ63、ピヨーって言ってますね。無遊病の女のね、なんかアリアですか、甘い顔をしてるけど声はダメですね、この時はね。でも若い時にちゃんとした声もあります。顔が違うな、これ。かっこよくろってよよ、たびんやべさぼうみそさねやみのかちょゆしえたり。はい、ラフマニノフのアレコというオペラのアリアだと思います。カバティーナですね。アレコという役です。これ、このオペラ知らないんですけども、NHK のコケラ落とし、ホールのね、コケラ落とし、その年だったと思うんですけど、1976年だったと思いますが、合ってますよね。その時に特別演奏会をオーケストラ伴奏でやった時に、この歌を歌いましたね。ニコライ・ギャウロフ。すごい声だったです。その時にピアノ伴奏で呼んでやっぱりリサイタルをやったのはルートヴィック・スピースというルーマニア人のテノールでした。まあこのようにいろんなことがありまして、ギャウロフについてお話ししましたけど何をすごい声でボワーってなるけど、やっぱりね、年には勝てなくてどんどん出なくなっちゃうんですね。先ほど最初の方でも言いましたけど、テノールはなんとか上の方しゃかりきに頑張れば一応汚い声でもなんとかその音に到達することはできる。だから叫び屋さんのテノールソプラノが増えちゃうんですけど、特にテノールもってなって、そんな声じゃいけないんですけど、綺麗に出すことを忘れて本番の恥ずかしさでワンって出し、ところがバスはああって下の方息を送って叫んでも喉が閉まっちゃうだけで全然綺麗な声が出ません。岡村太郎さんっていう人と、テレビ番組で一緒になった時に、もうバスはバー出ることを祈って、自信の持って、自信があるけれどもそれでも祈って静かに整えてバーって出すしかないんだって言ってました。そういえばね、ホテルで韓国のバスの上手い人と会ったことあるんですよ。ね、コンクールだった一緒にね。彼は喋んなかった。巨漢で110キロ以上あった、120キロ、それになると水はできませんけども、100キロぐらいはあったんじゃないですかね。あった、101キロ食べて、とにかく韓国人のグループでもいたし、僕は一人だったのかな、東洋人で一緒に喋っていました。で全然喋んないで、こんなに声の節制してる人は初めてだなと思いました。つまりコンクリアなんかでハハハハとか、そうだよねって喋るとその日の声がなくなる。明日の声にも傷がつくっていうか、ザラザラね、引っかき傷がつくって思って喋らないんですよ。で彼はノンパラルイってHe doesn't speak 言ってましたね、友達が。で1回だけバリトン歌手が、君はどこに住んでるって、ソウルと言ったら、そのバス歌手が、No, Fuori, Campania. 2回だけ、ソウルじゃない、彼が住んでるのは、田舎って言ったら、それで、って笑って、彼の低い笑い声を聞きました。その時だけ、ご機嫌が良かったのか、カンパーニャ、田舎、まあ、ソウルの近くなんだろうけどっていう声で、
それほど、その2回のカンパーニュしか聞いたことない。3日間食事の時はほぼ一緒だったけどね。 そんなこともあって、テノールもマリオ・デルモーナコとかフランコ・コレッリがホテルから出ないで って喉で、マフラーして、マスクは彼らしないんだけど、マスクして 帽子をかぶって冷たいものを飲まずに節制していいっていうのは よく聞きますけど、バス歌手のそういう節制で、っていうのはあんまり受けないのか、誰も言う人はいないんですよね。非常に繊細な感じ。でもなんでタバコ吸って声を重くしてたのか分かんないけど、そういうことあるんでしょうね。一回お話ししましたが、僕の知り合いのとてもいいバリトン歌手、うまくて宗教曲もうまい歌手がいましたが、僕はね、朝起きて「って声出すと、結構いいバリトンだなと思うんですよ。で、午後になるとね、声がどんどん出てきて、よしよし、いいバリトンだと思うんだけど、夕方から後になるとね、ってファとかね、フィッスが出てね、テノールなんじゃないかなんて思っちゃうんですよって言ってたけど、それがバリトンの人の生涯の課題なんですよね。朝起きた時、テノールはもう、って声出ないから、1時間ぐらいちょっと喋るのも嫌です。ってうなずいて、ハミングで、って言ってるだけです。 でもバスやバリトンが朝起きた時の「うわー」っていう声が、男らしい低音が響く そういうことなんですよ。だんだん声が出るようになってくると、音域が上がってしまうっていうのが彼らの悩み。テノールはね 音域が上がって高音が決まるっていう、夜6時を過ぎて、イタリアなんか夜8時からオペラが始まる、ムジカリリーが始まるわけですけど、ね、8時から12時頃までワインや声が出るようになってるけども、その頃になると割ともう声が上に上がってきちゃう。咳して失礼します。僕喘息なんで、クーラーとかタバコですげえてしまいます。そんなことで、ニコライ・ギャロフと低音歌手についてちょっとお話をしました。あ、そう、林靖子さんが言ってましたね。 練習の時に歌って、彼一人だけの舞台になって、私たちも客席行って聞いちゃったけど、すごい声でみんな「うわ」って思っちゃったわーって言ってました。そういうね、1970年代最初のニコライ・ギャルフのすごい時っていうのはあったんですよね。今バス歌手っていうのはそんなにね、席巻してるようには感じないですけど、一昔前にはすごい歌手がいたということをお話ししました。闘牛士の歌からニコライ・ギャロフまでのお話でした。